グランピーキャットグランピーキャット2012年4月4日から2019年5月14日はアメリカ合衆国アリゾナ州モリスタウンで飼われていたメス猫2012年9月22日にレディットで紹介されて以来不機嫌そうな表情で知られインターネット上でユーモアを聞かせたミームとして大流行した飼い主のタバサバンデセンによるとこの猫は本当に不機嫌なわけではなく 99%以上の時間はごく普通の猫であり、その特徴的な表情はおそらく子猫賞及び受け口によるものであったという。2012年には MSNBC がグランピーキャットを最も影響力のある猫に選んだ。翌2013年にはグランピーキャットはバズフィードの第17回ウェビー賞で最優秀ミーム賞を受賞した。同年8月には ミネソタ州セントポールで開かれたミネソタステートフェアでの第2回インターネットキャットビデオ映画祭で金賞を受賞した。また、同年10月にはフリスキーの生涯功績賞を受賞した。2019年5月現在、Facebook のグランピーキャット公式ページはいいね。数が850万を超えている。2019年5月14日、尿路感染症の合併症のため、 7歳で死去した。グランピーキャットはメディアにも数多く露出した。2013年5月には、グランピーキャットは、ウォールストリートジャーナルの一面で取り上げられた。また、ニューヨークマガジンの2013年10月7日号では、表紙を飾った。この他、グランピーキャットは、トゥデー、グッドモーニングアメリカ、CBS イブニングニュース、アンダーソンライブ、ビッグモーニングバズライブ、ザ・スープ、 アメリカンアイドルといったテレビ番組にも出演した。2013年にはグランピーキャットはフリスキーの CM に出演した。また2014年にはシリアルのハニーナッツチェリオの CM に出演した。グランピーキャットは映画にも出演した。2013年にはリルバブ主演のドキュメンタリー映画リルバブフレンズにキーボードキャットやニャンキャットと共に出演した。 この映画は同年4月18日のトライベッカ映画祭で初演されトライベッカオンラインフェスティバル最優秀作品賞を受賞した。2015年9月7日グランピーキャットは地元 MLB チームアリゾナダイヤモンドバックスのホームでの対サンフランシスコジャイアンツ戦で始球式に登板した。この試合は6から1でダイヤモンドバックスが勝利した。 試合後のアリゾナダイヤモンドバックス公式ツイートによるとダイヤモンドバックスの対象にもかかわらずグランピーキャットは不機嫌そうな表情をしていたというグランピーキャットは本も出した2013年7月23日にはグランピーキャット名義での初めての本であるグランピーブックがサンフランシスコのクロニクルブックス社から出版されたこの本は パブリッシャーズ・ウィークリーのベストセラーランキングでハードカバーノンフィクション部門で初週8位に入った。この本の発売に先立ってグランピーキャットはニューヨークで開催されたブックエキスポアメリカで宣伝を行った。発売日にはグランピーキャットはロサンゼルスのキットソンやザ・グローブのバーンズノーブルで店頭に立った。他には T シャツやマグカップなどの商品があり、 公式サイト、および音楽、ポップカルチャー関連衣類、アクセサリー店チェーンのホットトピックで販売されている。また、フラペチーノをもじった、グランプチーノというコーヒー飲料も販売されている。アメリカ合衆国特許商標庁によると、グランピーキャットの語、およびグランピーキャットの画像に対しては、2013年1月末に商標登録の申請がなされた。2013年、 グランピーキャットの資産価値は100万ドルに上ると見積もられた。グランピーキャットのマネージャーにはキーボードキャットやニャンキャットのマネジメントも務めているベン・ラシシズがついていた。加えてタバサバンデセンはそれまでの勤務先を休職しグランピーキャットのスケジュール管理についた。グランピーキャットは定期的に動物病院に通って検診を受けていた。加えて グランピーキャット及びバンデセン一家の安全のため、一般人が個人的にグランピーキャットに会うことは許可せず、写真撮影は原則週1回に限定し、あとはメディアや許可されたパートナーを通しての短時間、かつ多くの人手に触れないことを条件にした取材に留めていた。ありがとうございます。